デキタスは小学校、中学校の教科書に対応しており、小学生は5教科、中学生は5教科7科目の学習ができます。教科書内容に対応した授業と問題演習を行うだけでなく、アニメーションの授業動画を見ながらデキタスノートという穴埋め式ノートを印刷して使うことができます。デジタル教材でありながら紙と鉛筆を併用した学習を取り入れることで効果的な学習もできます。ユーラシアという名前はヨーロッパを表すユーロとアジアを合体させたものなんだ。先生方にですね、デキタスの商品そのものについての、説明、それと管理システム、基本の学習なんですけど、使ってくれてる方が楽しい楽しいって言ってくれるので、勉強なんですけどね。朝電話が鳴る件数が明らかにできました。月別や曜日別、行事前後の欠席者数、学期始めが多いんだとか、あるいは感染症の流行などデータを蓄積していくことで推移とか傾向をこちらも把握して個別最適な支援を、していけるように。それでは虚空の研修を始めます。お手元の導入ガイドをご覧ください。ただ時間ができた、負担が軽減したっていうだけではなくて、必要な支援にフォーカスができているなということを感じております。教室から走ってきて一作目印刷して、でも走ってって会って配るみたいな、そんなことは一切なくなった。毎日欠席をしているような生徒が児童受付でできるというところで、生徒や保護者の心の負担もすごく軽減しているなと感じます。で、今回虚空導入の一つの目的に、やっぱり子どもと向き合う時間を増やしたいなっていうのがありましたので、ですから単なる情報伝達の手段ではなく、虚空をですね、一つのコミュニティ、学校と保護者のコミュニティとして、大事に育てていければななんてちょっと思っているところです。